その頃ちょうどあの柳田邦夫さんの本に共感して、なんか絵本っていうのはすごいあの人の人を癒す力があるっていうのを柳田邦夫さんに憧れてて、私もあのいろいろなことがあって落ち込んでた時期だったので、ちょっと絵本を読もうと思って、たまたま入った本屋さんで見つけた本がこれだったんです。何ていう？これは、ブリーフェフォン、iPhone、アンディ・アーマイゼンっていう、まあ、やっぱり絵本って大事、絵本っていうぐらいなので、まず絵が大事ですよね。絵を見てやっぱり直感的に選ぶ人がほとんどだと思うんですよ。だから柳田さんを癒した絵本っていうものの世界に私も入っていきたくて。癒されました？癒されましたね、うん。絵本を読むことで日常から離れられる、そこで改めて新しい自分を発見したりとか、忘れていた自分とか、いろんなことをきっと思い出すんだと思うんですよ。ですよ、絵本の方が大変、絵本の方が深くて、言葉が持ってる力を最大限、少ない言葉の中から最大限出し切るっていうのはものすごい難しいことで、でもその言葉一つが持っている力を最大限その中で、あの限りある言葉の中で表現していかなきゃいけないので、やっぱり難しい。